はい、えー、こんにちは。この記事についてはもう説明はいらないと思うんですけども、自民党議員に税金から200万円が支給されております。まあ申請も不要ですぐに振り込まれるんで、まあお得で美味しい美味しいということでね、ここで3人の人が笑顔で映ってますね。まさに上級国民万歳でございます。まあ国民にはね、10万円すら渡さないで、もう、で、菅総理はね、生活保護があるじゃないかっていうふうに生活保護を 大いに進めてくれてますけども、まあ、この方たちもね、一回生活後で暮らしてみるといいと思うんですよね。で、私の場合は、あ、泣いちゃったね。山田くん泣いちゃった。泣けてくるね。う <laughs> んまあ、自民党議員にね、200万円払われて、喜びの涙かもしれませんけども、国民や生活に会いでおります。ちょっと山田くんがね、泣き始めたんで、毒づくのはこの辺にしときましょうか。山田くん、今ね、録音中だからちょっと静かにしてね。 はい。では以上でございます。すいません。今日はちょっと短めになりました。